そわそわするっていうのはね、何でしょうね、緊張のあまり落ち着かない様子とかね、いうことなんでしょうかね。私はどちらかというとウキウキとかワクワクに近いようなね感じもするんですが、やはりアニメソングの影響なのかな、そういう感じもするんですけれどもね、どちらかというといいことが待ち受けていてね、その何でしょう、気もそぞろというか、そういった時に使うような気もするんですがね、今日はね大次郎さんなんか口パクのようなね状態になっておりましたけれどもね、いい天気でございましたね今日はね。そんなに暑くもなく寒くもなくというようなね、一日というのは年中それほどないと思うんですよね。おそらく今日はそんな一日であったような気がいたします。キビタキがね珍しく鳴き声に頼らずと言いますかね、なんでしょうね、道を横切っていったんですよね。そんなことはあんまり今までね経験したことはなかったんですけれどもね、ルリビタキなどはね時々通路にひょっこり姿を見せてくれることなどありますがね。そして冒頭ご覧いただきました山柄に続いてね、このシジュウカラもね同じような状況でね、なんかそわそわしていた様子が見受けられたんですがね、後ほど先ほどの山柄がねどういった状態で何ですかね、翼を羽ばたかせるようなああいう仕草をね何のためにしていたのかなということをね、皆さんもちょっとご覧いただいてご判断いただきたいところですがね。今日歩いておりますとね、仙台虫食いの鳴き声であったりとか、よく聞こえたのはウグイスだったかな、そして山柄やシジュウカラの鳴き声がね聞こえてきましたね。鳴き声はすれどもその姿は見えずというようなね単調の状況が続くわけですがね、コゲラの鳴き声であったりね、気をつつく音なども耳を澄ませておりますと聞こえてきますね。そしてね、つるちよぎみですか、焼酎いっぱいぐいいですかね、まあ、どちらか分かりませんけれども、耳を澄ませてね方向を凝視してみますとね、仙台虫食いの姿がこのように見えましたのでね、鳴き声由来の名前であろうということはねそのようでございますね。歌舞伎ですか、浄瑠璃ですかね、演目の中の登場人物鶴千代君というね、確かに聞こえますよね、鶴千代君。なるほど。そしてウグイスが珍しくねこのようなところにおりますとなんか違和感も感じるんですがね、こちらも仙台虫食いなんですがね、ウグイスと同じような大きさに見えちゃいますよね、映像だけ見ますとね。でも一回り以上小さいんじゃないかな、仙台虫食いの方がね。鳴き声が聞こえたのでね、なんとか撮影できないかなということで撮影できたので幸運でしたね。そしてこちらもね、キビタキの鳴き声は聞こえたんですがね、鳴いている時には見えなくて、これもねシルエットだけでよく見つけられたなってね自分を褒めたいと思いますけれどもね。そしてね、行きがけに見かけたシジュウカラが同じ場所でね待ってくれていたわけではないんでしょうけれどもね、このようにもう一度チャンスをくれましたと言いますのはね、これ上空ほとんど真上の状態でねカメラマン結構苦しいんですよね。
なかんのかいみたいな状態でね、しばらく粘ってみたんですがね、おそらくカメラマンに気づいていたのかな、ちょっとね、それこそそわそわしていたような仕草が見えましたものね。ツバメの姿を撮影できますとね、こちらもなんか幸運、なんかいいことあるんじゃないかななんてね、思うこともありますね。そしてこのようにね、何ですかね、この姿というか仕草、一つはね、空調の風を送ってるというかな、そういうことなのかなと思ったりね、今この電線の構造物にね、先ほど見えておりましたプラスチックですかね、何でしょう、カバーのようなものがね見えていたと思うんですが、そこにね後ほど注目していただきたいんですよね。こちらですがね、何か加えておりますので、おそらく察しのいい方はこの後の展開が読めると思うんですがね、お察しの通りでございましてね、こういった場所といいますか構造物というのかね、映像地に選んでいるようですね。シジュウカラなども似たようなことをしているのをね、見たことがありますね。こちらがね、なんでしょうね、お目目パッチリの小雨びたきだったのかな、ちょっと分かりづらいですけれどもね。そしてね、こちらはシジュウカラです。先ほどの山柄と同じような仕草をしているのが見えると思うんですがね、こちらもね、口に何か加えているようなんですよね。で、この後の展開にちょっと注目、あれってね、してますとね、このように、中入ったかな、これ。これ種明かしじゃないですけれどもね、入ったように見えたんですが、向こう側にね隠れただけであったようでございますけれどもね、スズメなどがね、ああいった金属製の角型パイプを利用して映像しているのをよく見かけますけれどもね、野鳥によってその材質に、好みというかこだわりがあるんでしょうかね。愛鳥習慣に入っているんですよね。愛鳥、そうですか、野鳥に対して愛があるかどうかっていうのはね、私はいつも自分に問いただしているわけですけれどもね、何ですかね、自己承認欲求というのか、他人承認欲求といいますかね、そういったものを満たすための道具に使っているだけなんじゃないかなっていうようなことをね、自分に問いかけることもありますけれどもね、感謝だけは忘れないようにしたいと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。